館出雲と加賀の大規模改修工事が進む中、F-35B 戦闘機納入まであと少し、配備先は新田原基地となり、南西諸島強化が進む日本。今回は、護衛艦ヒューガや伊勢に、なぜ注目が集まっているのかを詳しく深掘りしていきます。ドローン空母が自衛隊にも必須となりつつある現代。まさに、次期空母は、空を飛ぶ空母になるのではと考えるのは私だけですね。中国の国内景気は最悪で、世界の企業も撤退。中国は国内から崩壊していくし、日本の処理水問題は、ムカつく、海産物食べよ。海上自衛隊は、初の航空母艦の建造を計画し、2000年代に、ヘリ空母のヒューガ、ガタが登場した後、より大型の出雲、加賀というヘリ空母を進水させた。これらの艦船は、海上自衛隊の顔となり、固定翼機を運用する能力を持つ空母として、自衛隊の歴史に名を刻んだ。空母の改造は、航空機との連携能力を向上させ、海自の対戦哨戒能力を大幅に強化した。出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦は海上自衛隊最大の艦船であり、F-35 ライトニング IIB 型を運用ができる。出雲、型護衛艦の最大排水量は2万6000トン、11万2000馬力、速力は30ノットを超えるほか、SH-60 キロ回転翼機9機と MCH-101 回転翼機2機を搭載することも可能だ。帝国海軍の末裔である海上自衛隊は、早い段階から空母建造の構想を持っており、2000年代に最初の全通甲板型護衛艦であり、事実上のヘリ空母であるヒューガ型が登場すると、より大型で新鋭のヘリ空母出雲と加賀の2隻が建造された。そして、現在、出雲型はイージス艦と並ぶ海上自衛隊の顔であり、海自最大の艦艇である。また、固定翼機を運用できる本格的な航空母艦に改装され、海自の歴史に色濃い足跡を残している。そして、出雲型護衛艦の特徴は、真珠湾奇襲攻撃やミッドウェー海戦に参加した旧日本海軍の正規空母、青井竜を上回る 250M の巨大な船体であることだ。艦隊の格納庫は最大14機収容可能で、整備機能も備えているため、海上浮遊型航空基地としても運用され、哨戒ヘリが常時飛行して、周辺の警戒体制を作ることで、海上自衛隊の対潜哨戒能力の大幅な向上に貢献する。出雲は、同時に5機を駐機させることができ、高い対空戦闘能力を持つわけだが、大きな船体による機動力の制約から直接戦闘を想定しておらず、護衛を想定していることもあって、その運用能力は、最低限の自衛機能に止まっている。その代わり、通信設備や戦闘指揮システムの拡充によって、指揮機能が見事に強化され、艦隊機関としての役割を十分に果たすことができるようになった。その他の特徴として、大型トラック50台、人員400人の輸送能力、汎用護衛艦3隻分の洋上補給能力、集中治療室や手術室を含む35床の病室など、他の艦艇では、不可能な幅広い機能を、艦の大きさをフルに活かして実現している。この装備により、出雲は離島防衛における小型強襲揚陸艦として、また、場合によっては、格納庫に野戦病院を設置できるため、小型病院船としても機能する。出雲は、海自発の航空母艦に改装されたが、収益前から空母化の噂があり、特に、格納庫と飛行甲板を結ぶエレベーターが F-35B ステルス戦闘機を搭載できる大きさだったことから、様々な憶測を呼んだ。先に進水したヘリ空母ヒューガは、軽空母を保有するための足がかりと見さされていたことから、まずはヘリ空母として建造し、国内世論や近隣諸国の反応を考慮しながら、およそ30年の耐用年数の範囲内でアップグレードするつもりだったのだろう。しかし、中国海軍の急速な軍事強化が目立ち、空母改造は、当初の予定よりもかなり早く実施され、
出雲の収益からわずか3年後の2018年、F-35B 搭載のためのアップグレードが決定された。そして、正式に空母となった後、出雲は、主に、次の4つの改造を受けた。1、F-35B 戦闘機が発する熱を考慮して、甲板の耐熱性を、強化に、夜間着艦に必要な誘導灯の設置3、台形の船首を長方形へと変更4、空母の運用に適したレイアウトにするため、艦内区画を変更。このように、漫画、空母息吹に登場するジャンプデッキは、ソナーのある艦首の重量が増すと、全体のバランスに影響するため、空母舵には設置されなかった。A 空母クイーンエリザベスでは、航空機の離陸を補助するためにジャンプデッキが使用されているが、その大きさが邪魔をして、駐機スペースが狭くなっている。米海軍のアメリカ級強襲揚陸艦が、出雲と、ほぼ同じ全長で艦首が長方形で、ジャンプ台は採用していないが、同じ F-35B を搭載していることを考えると、海上自衛隊は、同盟国であるアメリカから空母戦闘技術を学び、同国の揚陸艦を参考にしていると推測できる。出雲の空母化の改修は、2025年までに完了する予定で、艦載機 F-35B は、2024年から、宮崎県の新田原基地に配備され、合計42機が調達される。F-35B の搭載機数については、単独では、最大15機まで搭載可能だが、戦闘機以外にも、哨戒ヘリなどを搭載する必要があり、実際には、任務に応じて、各艦の搭載機数は増減する。また、水平線の関係で、水上艦のレーダーでは、遠方の艦船を探知することが難しいため、早期警戒機 AEW の支援が必要となる。そのため、米海軍の原子力空母には、固定翼の E2 警戒機が、イギリスのクイーン・エリザベスには、早期警戒ヘリコプターが搭載されている。しかし、出雲には AEW について言及されていないため、正確な役割は不明だが、次の3つの可能性が考えられる。1、陸上基地から運用される航空自衛隊の早期警戒管制機 AWACS に頼るに、英国空母に搭載されているような早期警戒ヘリコプターを導入3、V-22 オスプレイの早期警戒型である EV-22 の導入。ちなみに、空母、息吹は艦載型 AEW を使用していないようで、先ほどの位置で述べたように航空自衛隊に依存しているようだが、現代戦の勝敗を分ける冗長な早期警戒能力を提供するためには、やはり、独自の AEW が必要不可欠である。残りの選択肢として、V-22 オスプレイは、出雲で問題なく運用できるが、肝心の EV-22 は開発すら始まっていないため、現時点では、2番目の早期警戒ヘリコプターが、最も現実的な選択肢となる。F-35B を搭載した出雲型は、軽空母や護衛空母の仲間入りをし、南西諸島海域での航空戦力の展開や、有事の際の大東諸島から、小笠原諸島海域での防衛空白地帯において、重要な役割を果たすことになる。一方、海上自衛隊の悲願である初の空母は、運用面で言うと初の連続であり、中国海軍の空母、遼寧と同様、将来の次期空母建造に向けた技術蓄積のための練習空母でもある。大隅型空母以来、着実に空母保有への布石を打ってきた海上自衛隊は、空母、出雲、や、加賀の改善点を見出した上で、状況に応じて、次期空母のプログラムを検討するに違いない。しかし、人員不足が、深刻な海上自衛隊が、より成熟した空母を運用できるかは疑問であり、限られた人員と予算を有効に使うのであれば、潜水艦や多目的フリゲート艦の数を増やした方がいいだろう。いずれにしても、当面は、出雲型空母のノウハウが蓄積される中で、本格的な空母導入の是非を十分に議論すべきである。出雲、加賀は、今や、海上自衛隊のシンボルとされ、練習空母としての役割に加え、南シナ海やインド洋にローテーションで派遣され、日本のプレゼンスを示す外交的役割も担っている。戦後初の日本の空母として、南シナ海やインド洋を航行しながら、米国、豪州、
インドと共同訓練を行う意義は計り知れず、中国を含む近隣地域への情報伝達という、他の護衛艦にはない役割を担っている。旧日本海軍の時代を受け継ぐ海上自衛隊にとって、空母の保有は長年の夢であり、2009年3月に就役したヒューガ型空母の登場は、その夢の実現に向けた重要な一歩であった。ヒューガ型は、出雲型よりも、やや小型で影に隠れがちな面もあるが、本格的な空母となれば、F-35B 戦闘機の数だけ、哨戒ヘリの搭載数が減るため、対潜哨戒能力という意味でのヒューガ型の存在感は、今後、ますます重要になるだろう。